校内ホーム給水湯多土津駅は、香川県中田土郡多土津町栄町三丁目にある四国旅客鉄道、日本貨物鉄道の駅。駅案内パネルのコメントは、四国鉄道と小林寺憲法発祥の駅。予算線を所属線とし、土産線を加えた二路線が乗り入れ、その分岐駅となっている。土産線は当駅が起点であるが、予算線高松駅方面へ直通する列車が、 数多く設定されている。すべての特急列車が停車する。駅番号は、予算線が Y12、土産線が D12 である。車両工場と多数の留置線が併設された JR、四国の要所であり、乗務員区所である多度津運転区も併設されている。予算線高松方面から続く、伏線区間はこの駅で終わり、 予算線松山方面や土産線方面は単線になる。かつては高松駅発着、岡山駅発着の特急列車がこの駅で分割、併合を行っていた。2002年3月23日のダイヤ改正後に、その役割は、宇多津駅に移されたが、特急、潮風、石づの下り四本、南風、四万との下り一本は、現在も当駅で併合を行っている。 2017年4月に運転を開始した観光列車四国真ん中千年物語の始発終着駅である。愛国家並びにこれと相互利用が可能な IC カード乗車券が利用できる。校内の3施設が国の登録有形文化財に登録されている。島式ホームに面に温泉を持つ地上駅でホーム間は地下道で連絡されている。 ついたちの乗降客数が2000人を超えているが、エレベーターエスカレーターなどのバリアフリー設備はなく、車椅子利用の際は、校内の職員専用通路を駅係員付き添いで通るようになっている。また、駅舎横には、JR 四国のグループ会社であるパンやウィリー・ウィンキーが併設されている。駅構内から JR 四国多度津工場へ伸びる、郊外側線があり、 同工場の一般開放時はシャトル列車が運転される。JR 貨物の駅は旅客駅に併設されている。1971年より定期貨物列車の設定はないが、臨時の車両輸送列車が発着することがある。松山運転所、高知運転所に配置される新型車両搬入の際はここで引き渡しがなされ、当駅から先は自力で改装される。 近年の1日平均乗車人員は以下の通り、ありがとうございます。